こんにちは。県内ニュースをお伝えします。台風8号は今朝宮城県に上陸しました。夜にかけて県内でも激しい雨や強風が見込まれ、注意警戒が必要です。秋田港から中継です。現在の秋田港です。30分ほど前から雨が降り続いていて、だんだん雨足が強まってきました。時折強い風も吹いていますが、波が高くなっている様子は現在は見られません。午前6時前、宮城県石巻市に上陸した台風8号は東北地方を北西方向に進み、秋田県に接近、現在通過しているものとみられます。秋田県内の明日朝までの雨の量は沿岸、内陸ともに多いところで100ミリと予想されています。また風も強まる見込みです。予想される最大瞬間風速は沿岸、内陸ともに25メートルとなっています。台風8号の今後の勢力、進路や勢力によっては秋田県内は警報級の大雨となる可能性があります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に警戒、注意、警戒してください。また台風8号は夜にかけて日本海に抜け、温帯低気圧に変わる見込みです。北海道北東北の縄文遺跡群の世界文化遺産登録が決まり、関係者が喜びに沸きました。昨日、世界遺産委員会がオンラインで開かれ、県庁では佐竹知事らが発表の瞬間を見守りました。今日がある意味で新しいスタートです。これをいかにしっかり守るか、そしてしっかりこれを守りながら、地域とともにこれを発展させるか。遺跡群は北秋田市の伊勢堂岱遺跡や鹿角市の大湯環状列石など、秋田と北海道、青森、岩手に点在する17の遺跡で構成されています。秋田では白神山地に続き2件目の登録です。北秋田市では垂れ幕を掲げ登録を祝いました。続いてこれからの天気です。夜にかけて雨の降るところが多いでしょう。強風や急な強い雨、落雷に注意してください。注意報です。現在県内全域に雷強風注意報が出ています。急な強い雨や激しい突風、落雷にご注意ください。週間予報です。明日木曜日と金曜日は広い範囲で晴れますが、午後を中心に雨が降るでしょう。土曜日以降は晴れる日が多くなりそうです。